はいさい、はいさい、さあ着きましたね。着きましたね。ここは名古屋。ビルもでけえね。ほんとっす、やっぱ都会。さっきまでね、東京いたんすよね。やっぱ名古屋も負けんぐらいやっぱ都会ですね。全然すごい。うん、いや今回は、はい、まあ、3人でね、はい、楽しく名古屋を撮影していこうと思うんですけどね。はい、まあ、楽しいですね。あ、ひっちゃんもテンション上がってるもん。ちょっと焼けすぎましたね、沖縄で。県外来ると目立ちますね、黒いのが。ひっちゃん、ひっちゃん落ち着けよ。名古屋都会だからって歩き回っちゃってね、もう。本当ですよ。ってことで、ひっちゃんさんを新幹線に忘れてきてしまいました。やらかしい。俺たちが悪いな。これは俺たちの責任。俺たちが悪いと思う。ひっちゃん、ね、追ってたらこうなるの分かってたもん。みんな一応席バラバラでしたからね、今回。バラバラでね。忘れ物を取ってきました。はい、ご了承しました。どこまで行ってたんですか。マジでね、今日気づいたらね、京都まで行ってましたね。滞在時間ね、大5分乗り過ごしましたと。ということで、今どこにいるんですか。これはね、分かるでしょ、ここ。うん、分かる。見てるじゃん。まさかってなる。あ、いるじゃないですか。いるじゃないですか。あ、分からんかな。じゃあ、ドン。今日は金子くんです。はい、どうです。気まぐれクックの金子くんです。いらっしゃいませ。いいね、こうやって撮影場所に来れるっていうのは。うん、いやもう本当にそう、結構あったりはするんですけど、撮影場所来るのは初めてですもんね。そうですね。そうですよね。楽しみですね。ようこそおいでなさいましたね。いろいろあって面白いね。動画で見るとこだって。ね。だいぶ脱仕様に片付いてます、ね、え、あれはどこですか。オープニングの扉は。オープニングあれどこなの。ここら辺、ここら辺ここら辺にはもうここら辺にここら辺にここら辺にって編集上でしかないやつ。そう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 、 あれ CG なんだ。本物と思ってた。本物と思ってたんすか。ずっと騙されてた。YouTube 初心者じゃないですか。それだったら。そうなんですよ。なんか気になるもんないですか。実は最高に気になるのが、そうなんですか、気まぐれクックの冷蔵庫どうなってのシリーズです。あ、恥ずかしい。確かにね、人の冷蔵庫開けるのは失礼ですよ、マコロさん。俺の中ではだからチラチラ見てたんですか。あ、一段はウニで埋まってると思う。二段はいくらで埋まってると。やりきんじゃないですか。でも この冷蔵庫は僕普段から使ってる冷蔵庫じゃなくて撮影用の冷蔵庫なんで、確かにちょっと変わったもの。僕の動画でも出したことがないですね。こちらですよね。こちら銀色のやつって普段飲んでないと思うんですよ。ああ動画用。あれは動画用っしょな気がするな。ロマネしか入ってないみたいな。いやだ、そんなロマネとドンペリしかみたいな。じゃあ早速いいっすよ、開けてもらっていいですか。いいっすか。いきますよ。3、2、1。あ、出た銀色。あれ意外と、あれなんか家庭的。家庭的。そんなバカな。グズしましょうか。あ、バター。バター、今流行るバター。バターバターが流行ってますからね。これでバター。バタータッパーに入ってるバター。で、あとこれがイクラですね。あ、これ、おー、すげー。やっぱ入ってた。やっぱいましたね。いや、突っ込まんと。いや、突っ込まんと、イクラじゃないって言うな。え、違う。あれ、イクラじゃないのこれ。イクラじゃないですよ、これ。ほんと。あ、合います。合いますか。超騙されてた。本気で騙されてた。そういうこと。そういうことです。こうやってやるやつ。臭いよ、食べて。イクラ。面白い、これ。びっくりした。全然気づかなかった。いただいたんですよ、これ。で、感触すごい、プツプツしてる。そう、いいでしょ、これ。面白い、面白い、面白い。これね、飛行機でこう、つけとったらね、ちょっとね、こうやって周りは寝れなくなる。え、あれ、いくらだよね。カツオの出汁かな、パックのやつ。これ、美味しいんですよ。美味しい。これも、これリスナーさんからいただくものです。ああ、あれよね、出汁とか送ってくれると助かる。そう、めちゃめちゃ来るんですよ。あ、トラちゃん、トラちゃん、あら、かわいいね。こんにちは、映りたがり、そこ映りたいの。はいさー言って、トラちゃん、はいさーって言って。トラちゃん、はいさー。ほんと人が変わる。
ってあキーのね、本当にありますよ、それはめちゃ飲みますよ、飲んでる、めちゃめちゃ飲みます、しかも奥の方に入れてこう一番冷える、冷えるコールぐらい冷えてもめちゃめちゃ冷えてます、やばないですか、キンキンに冷えてやがる言うと、あー本当だ、冷たい、地下に来てうぃ、気持ち悪いな、なんでこれ、これですね、片栗粉ですね、あ、そっか、やだ、ライバル苦手な、いや、マジ嫌いなんですよ、これ本当になんであるの、うわーってなるんですよ、あのゲシゲシゲシ感が、いやー、キュッキュッキュッ、あーってなるんだね、三河みりん、あ、すげえ、これ美味しいみりんなんですよ、長野さん知ってるんじゃないですか、本みりんっていうか、これめちゃめちゃ美味しいみりんだ、これすげえ高いですけど、これ高級なやつですよ、1本1000円ぐらいします、これは普通に冷やしても飲めるんですよ、そうキリンってやつだったから、これが大体冷蔵庫っすかね、いやあけどまあまあどうっすかね、いやちょっと冷凍庫の方も冷凍庫もいるかな、ちょっと気になりますね、俺の予想では札束が入ってるやつ実は金庫、そうでも確かにお札ってあの暗くて冷たいところが好きなんですよ、そう、ね、本当に俺も言われてるそれなんで、あの一時期入れてましたお金そう宝くじとか買って入れとったっすね、うわっ、お誰やねん、お疲れ様です、あんたあかんだよ、普通に入ってきてピストみたいなもんだねあのドアが開いてたもんでさ、セキュリティ全部解除した、セキュリティゼロ、よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします、あのこれあの視聴者の人がお前にやっといて、ちょっと待ってあんた今日も変だね、変でねえし、変でねえし、なんで変なんだお前、俺変な魚を持ってくるだけだ、変だ、高級なもん来い、どん、はい、あらけどなんか、いや、あけどなんか変なのに、生き物がいる、生き物がいる、魚何があるなんだこれが、まずどこから行きますか、そう、まずこれがね、僕の好物っすね、あ、タラバガニ食べるやつ、ケジャン、ケジャン、あの、ヤンニョケジャン、ちょっと開けて、どうぞ、いいっすか、いきます、開けれるかな、これ開けれるか、かてすすす、あ、また開いてないんだ、あーすいません、いや、いいっすか、びっくりした、なんかこれでパスワードが必要なのかなって厳重すぎるでしょ、はい、これあー、辛いこと入ってんだ、そう、ヤンニョムって知ってます、あんま知らない、わかんない、じゃあちょっと舐めてもらおうかな、ヤンニョム自体あるんですよ、ヤンニョムが僕すげえ好きな調味料で、これはカニ成分入ってない、これです、あ、びっくりした入ってたらすごい、これカニ、これができちゃうんだ、甘辛い、キムチのあ、うまっ、めっちゃうまいし、うまいですよ、え、カニだ、カニだ、え、めっちゃまた立派な幕の内一本みたいな、ピーカーブースタイルだ、これどこの冷凍庫にも大体入ってないですかこれ、ないっすよ、これなんていうカニですか、匂い取るみたいなやつ、ヤマトカラッパ、ヤマトカラッパなんですけど、カラッパ結構ね、なんか丸くなってる、綺麗に折りたたみ好きみたいになってる、これは未来の携帯、美味しいですか、じゃあ俺食べたことないんで、あんた食べたことあるだろ、一回持ってきた、うん、あんまり美味しくなかったそれはもう、はい、認めますってやつ、まあ美味しくねえんだ、なんか食べるとこ少なかったっすね、これは鎧、これね、これマツカサウオの最大サイズ、これ見たことない、あ、もっとちっこいんだ、じゃあ、あ、これ半分だよね、そう、この半分、あ、そう、あ、じゃあもうすごいレアなサイズ、多分硬そう、化石みたいな、確かに、これどれぐらい大きいな、これ、ギネス級だよな、多分ギネス級だと思う、ギネス級だ、ギネス知らんけど、ギネス知らない、認め、それぐらい珍しいってことですか、このサイズは、これはマグロっすね、マグロは冷凍焼きしちゃってます、冷凍焼きするとこんなになっちゃいます、色が変わった、トラちゃん行きだ、そうっすね、トラも食べれないな、あ、違う、マグロじゃねえ、これ違うわ、なんでしょう、これ、あ、タイだ、違う、え、赤マンボウ、正解、おお、すごいじゃん、すごすげえ、どうも、おじさんです、ただのおじさん、そこそこ魚当てるおじさんです、おじさん、まあ、こんなもんすよ、へー、けどなんかいろいろと、すごい、聞いたことないの多かったね、おー、すごい、まあ、確かに、今愛知県にいます、なんとね、ここで沖縄では釣れないもうでっかい魚がいると、釣れるんですよこれがまた、それをちょっと狙いに来てるんですけど、もう格好がね、ちゃんとしっかりしてるんですけど、こういう装備しないと釣れないようなでかい魚がいるんですかね、こ
こっちの方を下っていくみたいですね。ここ行くしかないんですよね。まあちょっとこう人が降りてる景色あるじゃないですか。はいはいはい。ここをまあ行くしかないですね。本当の密林だこれ。よし、もうなんか。で、うん、うわ、蚊がいっぱいある、やだ。え、普通に入ってるじゃないですか、もう。はい、こんぐらいはいけるんで。裸足で行くしかねえ。あたかも、カエルが。なんだ、トゲトゲしてる、葉っぱ見っけ。あ、そう、茨曲がります。あ、気持ちいい。行くぜ。いいですか、俺。はい、どうぞ。投げれますか。うわ、すごいな、ヒッチャ。裸足で。さすがボス。気持ちいい。もう。あっちに投げればいいですか。はい、あの辺とか、開けてるとこでいいっすよ、割と。あ、ここ手前、まあ、あそこになんか草がこう生えとるじゃないですか。はいはい、あの辺とか、投げれたら。お、いいっすね。でゆっくりカエルがあたかも水面をちょこちょこ動いてるみたいな。岸際とかに水おるんで。こんなのさえとかね、本当にでっかいのいますか。あります、ね、さっきいましたね。うわーってね、動いてた。カエルを食ってくるわけか。あ、だからこういったカエルみたいなのが。ちょっとね、うわーばばばば、なんか足に、あ、なんかいる、ザリガニ。ザリガニです。足の上飛び寄った。ザリガニ撃っちゃうんですよ。え、怖すぎ。いや、ここで会長出すかもしれんよ。出しちゃおっかな、じゃあ足が。さっきもこの辺にいたんで。お、いいとこ行った。いいとこ行った。お、いいよ。こんなところにでっかいのがいると想像できないんだけど。ちょっと雨が続いて水が濁ってますね、これ。ないよ、目悪い。いや、あ、行った、ごめん。ザリガニ、ザリガニがいる。怖い。怖すぎ。ないな。あれ、あ、何あれ。あ、ヌートリアだ。ヌートリア、ここ。何それ。あ、なんだあれ。え、すごい、ネズミ、ネズミ。ヌートリアです、あれ。でかいネズミ。ビーバーがいる。ビーバー、あ、面白い。ほら、ビーバーがいる。面白い。かわいい。ちっちゃい。泳いでますね。あれ、草食べてるんですよ。え、それ、あれも話したことだ。そう。あ、どうなんですかね。でも、至るとこにいますね。ほら、あれ、バコーン食われたら一番驚く。ナイス、ナイス。かわいいな、あいつ。そう、かわいいですよね。こいつ見てくれんかな。警戒心な。見てこれ、でっかいネズミがいる。すごいな、なんか泳ぐの結構早い。はい、次はここから入っていくみたいです。俺もめっちゃ呼んでるんだけど、時間がないんで戻ります。はい、残念でした。はい、ということで名古屋遠征最終日ということでね。なぜかたけしがたまたまいたんすよ。たまたまいましたね。じゃ、動画には出てないんですけど、今回名古屋はプライベートで遊ぼうのコーナーで、でちょろって撮影しただけ で今回ね、最終日ということで、で、マグロクさんがなんか昼だけど夜の街に行きましたね。消えてたっすね。悪いやつか、欲望悪いやつ街に。ということで今回は、名古屋遠征でした。いいよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。